イケメンモテモテコナバナナ系主人公の矢神ライトは煽り耐性のなさともしが全国一位の超天才であり、遊び感覚で全国テニス大会2連覇を達成したすごい少年です。さらに正義感あふれる警察局長の父親、可愛い妹、優しい母親に囲まれて育ち不自由ない生活を送っていました。しかしあまりに優秀なライトは変わり映えしない毎日に退屈しており、死神リュークが落とした殺人ノート。デスノートを拾ったことをきっかけに世界中の悪人を抹殺するキラになります。そのキラを悪として必ず死刑台に送ると宣言した世界一の名探偵エルとの戦いが本作のメインストーリーとなっています。そんな矢神ライトですがなぜか血縁関係があるはずの家族とはあまり似ておらず、さらに不思議なことに血縁関係のない他人のエルに似ていると言われています。これはなぜなのでしょうか？今回の動画ではこの理由を考察していきます。まずはなぜ家族に似ていないのか、ライトと家族の相違点について触れていきます。1、ライトだけ色々ズバ抜けている。先に挙げた通り矢神ライトは勉強も運動も全国一位を達成している究極の文武両道完璧超人です。しかし、他の家族はここまでのエリートとは言い難くライトだけがズバ抜けた成績を収めています。母親はすごくいい人ですが頭が良いとは思えませんし、妹は二次関数でつまずく程度です。ライトは自分の部屋に入られたかどうか調べるため、ドアに紙を挟んでいましたが母親と妹のような抜けた人ならそれに気がつかないレベルと評しています。父親の矢神総一郎はクソ真面目なので勉強はしてきたでしょうし、たまにいい感じの推理を披露するので母、妹よりは上と思われますが、作品全体を見るにライトの頭脳には全く及んでいないのは明白です。2、ライトという名前。ご存知の方は多いと思いますが、ライトくんの名前は月と書いてライトと読ませており、非常に個性的です。これはドキュンネームとかキラだけにキラキラネームとか呼ばれており、一般的にあまり良い捉え方はされません。そんな名前を矢神父母がつけるだろうか。メタ的なことを言うと作者さんがライトくんを大量殺人鬼にする関係で同じ名前の人がいじめられないようにありえない名前にしたとのことです。この配慮によって全国のライトさんが不遇な扱いを受けることはなくなりましたが、ライトくん本人はマッド動画、通称バカヤロイドにて未だにいじられているというか公開処刑されていますね。ともあれ、ライトなんて名前を堅物としか思えない総一郎がつけるとは思えませんし、母親がつけようとしたにしても総一郎が止めることでしょう。実際妹はさゆという名前であり、ごく普通です。3、味覚が違う。これも割と知られている話ですが、ライトくんは家族で唯一コンソメ味のポテチを食べており、他の家族は絶対にコンソメ味を食べないことを利用してトリックに組み込んだことすらあります。それが、かの有名なテレビインポテチです。世界一の名探偵エルに自分がキラではないかという疑いをかけられて部屋全体に監視カメラを仕掛けられるも、ポテチの中にテレビを入れてニュースを見ることで犯罪者の情報を入手、右手で方程式を解き続け、左手で袋内の切れ端に名前を書き、ポテチを取り、食べる。このシュールギャグみたいな流れで監視下でありながら犯罪者を裁きました。少し話が逸れましたが、このテレビインポテチではなんとコンソメ味を食べながらさらにコーヒーまでたしなんでいることが確認できます。この組み合わせはあまりにも濃すぎですよね。明らかに太ってしまうと思います。こんな感じでライトと他の家族には違いが多く、本当に家族なのか怪しいところがあるように思えるはず。にもかかわらず家族でも何でもない世界一の名探偵エルには似ていることが作中で示唆されています。一見真面目な優等生と役中的な変人にしか見えない二人ですが、作品をよく見ると優れた頭脳以外にも共通点があるので今度はそちらを見ていきましょう。1、幼稚で負けず嫌い。ライトもエルも物事の分別がつく年なのにかなり幼稚で負けず嫌いなところがあります。二
二人とも人類最高レベルの頭脳と運動能力を合わせ持っているだけに敗北を知らず、負けを認められないのかやられたらやり返さなければ済まないような性格です。ライトに至っては負けず嫌いすぎて煽り体制のなさにつながっています。2、割と嘘をつく。表向きのライト君は完璧超人ですが内心ではエルと家族以外を見下しており、どいつもこいつも死んだ方が良い奴ばかりに見えていました。つまり、ずっと優等生の仮面をかぶり続けているような感じです。アミオリでは生まれてから一度でも本当のことを言ったことがあるんですかと尋ねられていました。エルも同じく嘘つきであり、発言がかなりいい加減なので同じくアミオリでは真面目に取り合ってはキリがないと言われていて、特にアニメでは二人が同類であることが強調されています。3、手段を選ばない点。二人とも勝つためなら何だってするタイプであり、行動力が凄まじいです。ライトは自分にキラの疑いがかけられるリスクを背負ってでもエルを倒すことを優先することが多々あります。エルもキラに勝つため、今まで側近の渡り以外には誰にも明かさなかった顔を出して警察と協力し、さらには死ぬかもしれないのにキラと直接対面して名乗り出たことすらあります。すごい、コナミ感。4、味覚。先に挙げた通りライト君はコンソメポテチとコーヒーを組み合わせるというイカれた味覚をしていますが、エルはさらにヤバく、甘党なんてレベルではないくらい糖分を補給します。室内にいるシーンでは必ずと言って良いほど何かしら食べているので、ほぼフードファイターです。という感じでライト君が八神家で異質な存在である点、エルに似ている点について述べました。では、なぜこのようなことになっているのでしょうか。自分なりの考察となりますが、結論だけを一言で雑に言うとライトが養子だからだと思います。養子設定であれば八神家の皆といろいろ異なる点については全て解決です。では養子になる前のライト君は何者なのかについてですが、次の疑問であるエルに似ている理由とつながるので同時に考察していきます。八神家に引き取られる前のライト&エルに似ている理由。制作陣の方々は初期段階、あくまでも初期段階でライトはエルの後継者として育てられた設定にしたいと考えていたのではないでしょうか。作中では優秀な孤児を集めてエルの後継者を育成する機関であるワイミーズハウスがあり、そこの出身にする設定だった。という考えでいけば、ライトとエルが似てる上に養子なのは当然です。エルとほぼ関わりがなかった時期からエルに近いものを感じたと言われるシーンがあるのですが、これにも納得できるはず。ついでにちょっとこじつけ感がある話をすると、ライト君のライトを英語にすると R からではなく L から始まるので、彼をもう一人の L にしたいという意図を込めたと考えることができます。また、L の本名が L ローライトなのもポイントなのかもしれません。ライト君ほどの天才児であれば L 候補者の中でもぶっちぎりのトップでしょうから。最高傑作の彼に L ローライトのライトの部分を与えた、というのも面白いのではないでしょうか。おかしな点があるとすれば、L の後継者育成施設出身のライトが L の存在を知らずにいたことですね。ライトはデスノートを使い始めてからキラとして有名になり、キラに宣戦布告兼挑発するために L はテレビ出演するのですが、この時ライト君は L のことを全く知らないというリアクションをとっていました。これに関してですが、L 候補者を L の後継者として育ててしまうとプレッシャーが重くのしかかるのであえて伏せていたと考えるのが妥当でしょう。実際、小説版ではプレッシャーに負けている候補者が一人自殺していますし、もう一人自殺未遂者が出ています。描写されていないところでも失敗作が生まれてたでしょうし、L の存在を隠されながら育ったのはおかしくありません。まとめると、八神ライトは初期の段階では L 後継者育成施設出身かつそこから八神家の養子となる設定だったので家族に似てないのに L に似てる。という感じです。しかし作品をよく見ている方はご存知と思いますが、作中後半にはワイミーズハウス出身のエル候補者のニア、メロと戦うことになります。
ライト君はワイミーズハウス、ニア、メロの存在を知らなかったので、私の考察である容姿設定はともかくライト君ワイミーズ出身説は外れですね。でも、外れだとすると今度はライトがエルに似てる的な伏線の方が意味不明になってしまいます。つまりライトとエルが似てるのは偶然なのか。いや、エルは個性バリバリオンリーワンの役中もどきですし、そんな人間に似てる奴が偶然生まれることもないでしょう。これはどういったことなのでしょうか。私としてはデスノートという作品自体エルとの決着がついた時点で完結するはずだった物語であり、あまりに売れすぎてニア、メロ編まで続いたためと思われます。本来エルとの決着でデスノートが完結し、ヤガミライトワイミーズ出身設定は裏設定にでもするつもりだったのに、引き伸ばしさせられてしまったゆえに急いで続きを作らなければならない、しかしもうネタがない。そこでもともとあったワイミーズハウスという設定を有用してニア、メロ編を作成。設定を有用したことでヤガミライトワイミーズ出身説は無理のある設定になり、結果的にエルとライト君が似てるという伏線はまるで回収されず闇に葬られたのではないでしょうか。作品でもニア、メロが出てきてからライトとエルが似ている的な発言はなく、代わりにニアがエルに似ていると描写され始めています。つまりニアメロ、特にニアはエルのみならずライトの後継者でもあったということです。ということで今回はここまで、ちょいと複雑な内容になってしまったので改めてまとめると。ヤガミライトが家族と似ていないのは容姿だから、エルに似てるのはワイミーズ出身だから。ワイミーズ出身だと矛盾が生じるのは売れすぎて続編を作らなければならず、ニアメロ編をジェバンニのような超スピードで作成したから、というのが今回の考察です。もしこの説が正しければヤガミ家の皆は養子のライトを当たり前のように家族として接しているのでかなりの成人と言えますね。本動画の考察は結構強引かもしれませんがデスノートの世界では決めつけてかかり、間違ってもごめんなさいで許されるらしいので。お蔵入りしようと思いましたが動画化させていただきました。少しでも楽しんでいただけたなら幸いです。